図にも載ってない場所なんです。うわ、そうか、はい、Google マップが聞かない。ストリートビューのそのストリートがないわけですよ。そこに行くまでも何日も何日もかかるわけですよね、当然。そうですね、片道首都から3日4日かかります。で、向こうに行ってやめてくれっていう人たちもいっぱいいます。だから取れなかった人たちもいっぱいいます。そういう時はどうするんですか？それが悔しくて脱ぐっていうのになったんです。そうなんですね、はい、どうしても取りたいから、はい、手っ取り早くその通訳を返す時間をカットするために、あ、じゃあ待って脱ぐからこんなでまあいろいろ下調べをしましてですね、はい、旅行に行きます。その時の写真あります、こちらですね。これがあの最近のやつですかね。そうですね、はい、そうです、ほぼ最近のやつで、うん、一番最近行ったのは一番向かって右のコルマのノードストロムラックです、ね、はい。でこれね、どの写真もね、これ結構大きなこのトランク、キャリーバッグが付いてるんですけども。そうなんですよ。いや、あの今でこそ中国の方が日本で爆買いされてますけども、うん、私はもうもっと元祖爆買いでして元祖そうです、元祖爆買い、はい、トランクを持ってあのアメリカに買い物に行くっても大学の時からやってたんですよ、はい、でトランク持って行って普通そのねホテルを置いてちょこちょこ移動するときは持っていかないじゃないですか、うん、もう買い物に絶対持っていくんですか、はい、あ、そのお店に行くときはもうトランクに入れてって、一番あの最近行った向かって右側の日は雨なんですよね、うん、でもしレザーのお洋服でいいものがあった場合濡れちゃうじゃないですか、うん、でトランクに入れてもやっぱ染みてきちゃうので、トランク自体にもビニールをかけてっていう状態で持っていきます、お買い物のために。そんな違うもんですか、はい、向こうでしかないものが多いんですか。いや、もう全然違う。まずその日本に入ってきて、あちらの外国海外のお洋服で日本に入ってきてるものってやっぱ選ばれちゃって入ってきてますし、あとそのお値段がもともと安い上にアメリカの値下がり率って、ノードストロームラックとかすごいですよね。すごいですよね。ここすごいんですよ、70% オフとかなんですよ、うん、ノードストロームラックノードストロームラックノードストロームラック、いや全然すごい全然分かってへん。すごいんですよ。そう、それ部屋代とかホテル代とか考えても全然安い、トータルで。え、あのそれを超えるぐらい一気に買ってきてしまえば。あ、そういうことか。はい、あんな本当に買い物メインの考え。